2019年香港区議会議員選挙は、香港区議会の議員を改選するために2019年11月24日に行われた選挙である。18ある区議会すべてで投票が実施され、合計479議席のうち452議席が市民による直接選挙で選ばれる。2019年に香港立法会において審議入りした。 逃亡犯条例改正案への反発に橋を発する香港民主化デモは条例案が撤回されても収束しなかった。11月に予定されていた区議会選挙には民主活動家で雨川さ運動の元リーダーだった木の喫先が立候補を認められず、親中の県政派の南君行が選挙運動中に胸を刺され負傷するなど混乱が相次いだため、 選挙の実施が懸念される事態となった。林定月が行政長官も選挙直前まで安全が確保できない場合の実施延期を示唆したが、選挙を前にして騒動は一旦沈静化し、24日に予定通り選挙は実施された。投票の結果、投票率は71%と香港の中国返還以来で最高記録となり、前回は議席の約7割を占めていた。 憲政派は59議席まで激減し、民主派が議席の約8割を超える388議席を獲得して勝利した。得票数は民主派が160万票、憲政派が120万票であった。各区議会における選挙前、選挙後の与党同盟、第1党の状況以下は多重党席を含めて統計。ありがとうございます。